時刻は深夜12時半を回りました。ネオジャポニズムの滝沢日奈と辰巳さやかと福田美優と朝倉愛と瀬戸ットミです。ここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオでいおようなことにあ,あすみません様々様々様々ちょちょらっともっとごめんなさい。<laughs> <laughs> <laughs> はい。 ここからの三十分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオでさまざまなことにチャレンジするネオジャポのファイターポーズレディアのお時間でーす。ーで今回はねあの十二月以来のなんとメンバー全員でお届けしております。奥田さんお休みです。泣いちゃおう。か寂しい。ビーン。<laughs> 普通に心配ないけど。回されるのか。そうだね。久しぶりうん、うん、久しぶりだよね奥田さんいない回っていうのもの。うんうん え全員そろ十二12月で全員揃った時も奥田さんおらんかったっけえおったよなそうよなだからさ始まった以来ぶりのさヤバいかもしれんヤバいかもしれんでも成長してるからでも大丈夫鍛えてもらったんでねそうだよ聞いてる皆さん安心して聞いてください頑張ってひなちゃんうん最後までよろしくお願いしますさて 3月は卒業シーズンということでですね今夜はネオジャポニズムのメンバーが選ぶ卒業ソング特集をメンバーの卒業エピソードとともにお届けしていきたいと思います、うんうん、ということで今回もあということで今夜も最後までお付き合いくださいまずは滝沢ひなのが選んだ卒業ソングをお届けいたしますサスケで青いベンチ<う>大丈夫よだれてるけどいやう緊張し <laughs> しかもあお<う>すごいなんか懐かしい懐いねいやうんうんこれいいよね <laughs> 好きえ <laughs> <laughs> でもさこれさ歌ってるクラスとかあったよね <laughs> 歌った歌ったクラスの人 <laughs> あそうなのマジで覚えてない。<laughs> お下のクラス街に低く, <laughs> くない取り曲げた案内をもう一度見る次次で付き合ってた頃僕ら手を繋ぎながら低くね<し> <laughs> <laughs> せーの たくさんの人が行くよああ、いつももって高くないえここも応援するのえこれどうやっこれは応援する。てないあ、ビッカちゃんや、そうなよこれは、めちえ、これハモリ、ハモリどんなやったっけ私この曲、よくわかんないマジ本当にうんクリそれよーあのあれこの声が枯れるくらい 好き,好きと言いよかったただそれ高いだけやん高かった泣いも何をしてなんかさニュースの、ねそうね、手ごますやや手ごますのやつをひねらを歌,歌った愛、うん、もうね個人、うん、夏、はいはい、お届けしている曲はサスケの青いベンチですこちらの曲はですねあのー 中3の最後の合唱コンクールで確か歌わせてもらった曲でなんかみんなの学校でもね結構これ歌ったってそうだね、違うクラスとかも歌ってるとこあった、うんね、でそのもうマジこのエピソードマジで合唱コンクールってさめっちゃ本気の女子おらんそうめっちゃ本気の女子でもうあの自分はさあの下が側がやったき、うん、<laughs> そうなんかもうみんな マジで2組では負けようにさえ、合唱コンクルえ、そうあ、卒業式って負けるとかあんのあ、違う卒業式はあんま関係ないではないんだねそうこれ今合唱コンクールのエピソード話がやけどもう最初から本題とずれてでもダジみたいなちゃんとしてみたいなすごい泣くがで、優勝した後にもうよかったってクソ抱き合って泣くやけど自分はもうなんかもう黙ってフラフラついて従いよって泣き合って涙全然出んが、なんかあ、よかったみたいなっていうエピソードと あと卒業式のエピソードは、うん、なんかね、自分めっちゃ陰キャやったくせに。<laughs> え、待って、ちょっと言うの恥ずかしくなってきた。いや、おや、おいかまんない。言っちゃって。<laughs> あのね、卒業式最終後さ、レッドカーペットをさ、なんか後輩の間、うん、通ってさ、帰るじゃん。うん、そのカーペットをこう真ん中でこう歩くときに、ポケットにいっぱいお菓子とか飴とかいるとき。 それを自分にとってめっちゃ後輩にバーンて投げて自分のアイありがとうとか言ってさ<え>やばくないコーチだけコーチだけ,<タッ>だけいや、うん、違う多分自分だけ え知しかやってないん知らない私も知らない先輩も誰もやってなくてヒナだけ急にじゃあさ急に暴れた人になってるんいそうそうそうだから先生に止められるが最後爆発でい静かだとヒナちゃん急に「ありがとう!」ってバンってなげてなんかそれが楽しいかなみたいなおもろいなやわくないそうそれな隠居の目立ちたがり屋でしたはい以上でございます続いては

2004年に2004年4月リリースとか2008年に音楽の教科書にも登場って言ってないこれ多分あの追加情報として踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉をたき秋めく窓辺にかじかんだ指先で 夢を描いた翼はあるのに、あるのに飛べずにいるんだ、<laughs> いるんだ。独りになるのが怖くて辛くて、<laughs> マリに肩偏せる日々を、日々を越えて僕ら。え、わかった。こっからわかる。わかるきた。

はいお届けしている曲は生き物ででエールですさけちゃんこの曲を選んだ理由はこの曲はもともと好きだったのとあとなんか当時の活動してる時の歌のコンテストみたいなのが出なきゃいけなくってでそれそれで歌ってでめっちゃバーバーが好きでこの曲が。えー でちょうど卒業もシーズンだったしめっちゃ好きだったっていうのがあって選びましたねえすごいコンクールうんはいあじゃあなんかコンクールで歌ったんやなと思ってそうなんかそういろいろあったいろいろあったよなるほどちなみにで卒業式といえば私は卒アルの後ろにいろんな人に寄せ書きしてもらうのがあったよねあったあったあれをあのマジで中学の時とかも えっと全クラスから多分もらうくらい絵描いて絵描いていてみたいなやばいやっとさやかちゃんのやつだよね違う学校までるってその顔ねえその顔あとこれ絶対ラジオで伝わらないよね伝わらんすごい面白い顔しとったよねもう描いてもらったのとあと先生たちにも描いてもらったのと先生たちにプロフィール帳みたいなあったの覚えてるうわ懐かしいあれも描いてもらった えーすご。それで、卒業してからも、あの、学年主任の先生とか。あ、取りに行った?。プロフィール帳。えプロフィール帳取りに行ってたの?。取りに行ってないよ。何年越しで。確かに。でも、そう、仲良くて、飲みに行ってる。ええ、すごい。そう、待って、やばい。めっちゃ、だから、そんなことない。なんか、そんな人の絆大事にするのって、めっちゃ素敵じゃない?。すごい、すごい、そう、なんか、あの、母たちと。うん。 同級生たちと先生たちとすごいいいな絆やばやばいなみんな絆大事にしようなそうなよろしくはいということでどんどん参りましょう続いてはミヤちゃんよろしくお願いしますはいそれでは聞いてください川島愛で旅立ちの日にい大好きやんそうヒラさんそれで愛ちゃんに聞いたが何だって いいじゃんもしこれが愛ちゃんやったらさめっちゃ自分の名前です朝倉で旅立ちの歌い始めればいいじゃん確かにえっそれいいじゃん重すぎやってや歌あらしいあが違うなんかそれの原曲がこれらしいいいねあざっすでも作曲っすいい声やねうんなんかジブリって感じするうん なんか中学時代が懐かしくてちょっとなんか泣きそうになってきたなんか戻りたいよねいや別に戻りたくないけど <laughs> 戻りたくなかった <laughs> 懐かしいああはい <laughs> お届けしている曲は川島愛で旅立ちの日にです美ちゃんこの曲にまつわるエピソードはあそうですね、はい、ちょっとこの曲はあの普通にめちゃめちゃメロディーが素敵だなと思って今覚えたい曲なんですけど特<ー> <laughs> にそのまつわるエピソードとかなくて、うん、素敵な曲だなって思って選ばせていただきましたなんかさ海間なんかジーンってきちょっとなんかキュッキュッてなるなんか素敵な歌なんですけど えー、じゃあ私は私もエピソード話したいと思います卒業の。 あの卒業式なぜかわからないけどめちゃめちゃ大号泣したんですね、うん、だって小学生って中学生に上がるだけだからみんな一緒に上がるじゃん、うん、だから誰とのお,お別れもないのにめっちゃ泣いてたのね <laughs> で私あのその時に調子乗ってもう小学校6年生12歳ぐらいになって大人になったと思って卒業式だけマスカラをしにいっ,ったのね <laughs> で泣いて終わるじゃん <laughs> そしたら <laughs> めっちゃここ真っ暗だよ バレるの。うん、やばいじゃんみたいな。やばいじゃん。やばいえでしかもえ <laughs> 普段メイクもしないのにちょっとその日だけ。 マセに行った感じえ、でもちょっとそれわかるえ、わかるえ、マジで気持ちなの周りの人らもうみんなちょっとだけなんかちょっとやるじゃんそうやっとったで、黒くなってるかおったみゆちゃんみたいな子がそうもうそれを経験してもう二度とメイクしないと思って私高校入ってもメイクしなかったあれすげえ極端に変わったその卒業式のせいでていうエピソードがありましたほんまねえすごい可愛いですねありがとうございます はい、というわけで、<laughs> ネ,オネオジャポの、あ、はい、というわけで、ネオジャポメンバーが選ぶ卒業ソング特集。残すところ、あと二曲となりました。すごい、いろんなの聴けて、めちゃめちゃ今楽しいんですけど、続いては愛ちゃん、よろしくお願いします。はい、川島愛です。待ってまさかのご本人、<laughs> 元気じゃない、意外と。<laughs> <laughs> あのメロから感じ。<laughs> めっちゃ嘘で、それでは、聞いてください。A. K. B. で、桜の木になろう。 なら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 なでなら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 さんなら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 ななら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 なならならななな <laughs> なんかさ愛ちゃんの曲紹介のとき毎回笑ってねなんか <laughs> なんか愛がぎこちないんだもん AKB48 と <laughs> かめっちゃおもろいえ、やだもう一回やろうもう一回やるな <laughs> 何した今の <laughs> 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 夏の、ね、え、センターポジー前田敦子さんやって夏 <laughs> <laughs> え超恥ずかしい、ね、あのー、話聞いてくださいみんなまだまだ,まだ,だ,からだからあれだったいやこれはいいですこれはいいですいい番外編でいいです私は2011年きっと私小学六年生で卒業しました<ー>、えー、その時にこの曲を流し、えー、このために、えー、ボブにして <laughs>

何で、はい、お届けした曲は AKB48 で「桜の木になろう」です愛ちゃんこの曲にまつわるエピソードはえ私あの小学生の時と中学生の時に、うん、AKB48 さんとかめっちゃ大好きで<ー>そう学校でめっちゃ踊ってて。うん それでこれも多分踊ってたしえ学校で踊っとったっていうのはもう自分の趣味で踊りをたってことあ、そうど女子とか集めて踊ってかっこよえそーえ、そうマジマジそれで私なんか人気なって人気になって告白されましたえ、マジえ、マジすげーよもうアイドルなろうと思ったいけるわってもう完全に決まったなそうそうそうだって私なんかその友達にアイちゃんっていう家を持たせて振らせてたやその前で踊ってたもん待って 最高なんだけど、めっちゃ楽しいんけど愛ちゃん乗る。それまだ家にある。あ、そうなの。大事にしとるんやね。そうです。席やね。え、席、そうなんか少なくなっ。あ愛は寄せ書きランドセルにしてもらってた。え、そうなんかなんかピンクマピンクのランドセルだったんだけどそれ全部。えめっちゃ可愛い。 それ可愛いね。うん。ぜひ皆さん駆けに来てください。はい。まだ持ってるよ。ま物 <laughs> 持ちよ。まだ学ってる。うちはとイランドセットめっちゃ物持ちよく、ね。く小学生のコーナーがある。<laughs> あめ、えー、最高じゃん。<laughs> <laughs> ということでネオジャポメンバーが選ぶ卒業ソング特集ラストの曲となりました。じゃ最後瀬戸ミルカが選ぶ卒業ソングです。はい。それではお聞きください。やそれではお聞きください。 アアンジェラアキで手紙背景15の君へあ<ー>あい<ー>けたテレテテレテレテレアンジェラーペアの弾きたくなるえっ待ってねこの曲2008年リリースなんかやってえっ最近すぎない意外とえ昨日え逆にねもっと後かと思っただって青いベンチが2004年やろその4年後だってもっと後の感じです、ね、なんかもっと最新なさやん ウ嘘じゃあ分からんあの瀬戸が知っとる曲やからもっとと昔の曲なんか思<う>瀬戸が知っとる曲やからなんか世代がその辺なんかなああね、うん、僕には誰にも話せない悩みのが難しいね。うんえなんかトイレの神様思い出したああそれのやつ、うん いや違う。あ違うんだえ。でも世代そこら辺？え？分からん。そこらへんなんじゃね？多分ね。確かそう。なんかあったよな。今負けそうで泣きそうな言えてしまいそうな僕は。<laughs> <laughs> <laughs> なんかさアンジェラキさんがさこの曲作るときにさ。うん、なんか。 忘れたけどめっちゃ落ち込んじゃって家からダンボールが届いて開けた時に、うん、その自分への手紙みたいなのをこう見つけてそれを読んでいきよう中でできた歌詞みたいななんかな、うんかここに書いてあるあほんまやすごくないうん <laughs> 書いちゃったわ書いちゃった <laughs> やびっくりした <laughs> すごい合ってる <laughs> お届けしている曲は アンジェラアキで手紙あ手紙待っ <laughs> 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 て発 <laughs> 音して発音して手紙手紙か手紙、うん、オッ <laughs> 手紙お届けしている曲はアンジェラアキで手紙背景15の君へですじゃあ瀬戸ミルカさん、はい、この曲を選んだ理由ははい私なんか卒業式のあのエピソードっていうか何歌ってたのか思い出せなくて、うん、で一個思い出せたのは 一個上の先輩が卒業式にこの手紙を歌ってて、うん、で別に誰とも仲良くないんだけどめっちゃ号おも,ろおもろすぎるだけなな自分の卒業式を思い出なくて一個上ので大号泣。して なんだろ全然ほんとに全然喋ってもないのに1週間ぐらいなんかそれで病んじゃって先輩卒業しちゃうんだみたいなので病んでめっちゃ泣いてたしかも別に仲良くもない先輩だか仲良くもなくてただなんか美術部の先輩で絵がめっちゃ上手でずっとリスペクトしてたからああ言ったねなんか絵を見てその絵に一目惚れしたみたいに言ったもんすごくないすごいそれで今も絵好きだし確かに 同じ高校にも入ろうとしたけどやめためっちゃリスペクトやんすごいついて行こうってついていけなかったあ学力学力が足りなくてえすごいえじゃあめっちゃ思い入れあるけいい曲だよねこれねいい曲いい曲まあ以上かななるほどねえなんかこれみんな逆にある先輩歌ってたとかあるこれはでもこれこの部分これこれはラララっていこでこんな感じじゃない うん、これ、やった。やった。うん、やった。合唱コンクールでやったのろ。そっちか。うん、でやった気がする。いや、卒業やったっけな。さ、この切り方っでそっち。ありがとうございました。ありがとうございました。 ということで今回で、ね、こうやって卒業ソング自分の選んだ卒業ソングとかなんかエピソードとかこういろいろ聞いてきたけど、うん、なんか結構みんななんか共感できる内容みたいなうん、うん、結構多かったよなそうだねあと本当のところで言うと、うん、全員が一発目に一致したのは 旅立ちのののののの日でそう譲り合ったた結果誰も選ばなか今今別れれれれ時時びと飛未来信信じじじてて若若いいいいいいここここここ広広広おお多分切らるよ高速道路運転しとか いやマジでやばやば。まあそんな感じで五人で面白かったで。面白かった。なんか思い出で喋るのってめっちゃ面白いね。うんうん。ということでいい回でしたね。はいはい。それでは今日最後の曲です。最後にお届けする曲は来週3月18日月曜日先行配信リリースニュージャポニズムでことぶき。これなんかそのまま全部読んじゃった。いや切る全然切ってなかった。まなんとかなってる。大丈夫か。 リリースされます。はい。多いか。<laughs> もうマジ好きすぎん。と。<laughs> 青い。ティ <T>。ティ <T>。ティ。エ、えーアイ。あ、はい。はいというわけで、今夜、マッキー、もう一回お願いします。 というわけで今夜のネオジャポのファイトフォーザレディオはネオジャポメンバーが選ぶ卒業ソング特集そして来週,3月18日に先行来週3月18日に先行配信リリースの「キをお届けしましたが今聴いていただいているネオジャポニズムニューシングルことぶき「キがなんと300あ 300! <laughs> 怖いよー <laughs> 今聴いていただいているネオジャポニズムニューシングルことぶき「キがなんと300 なんで300って言ってしまう,やろう <laughs> ことぶきが3月24日に CD リリースされます各ストリーミングス <laughs> 各ストリーミングサービスでは3月18日から聴くことができますのでフルで聴けるのはこの日まで皆さんお待ちください、はい、さてここでネオジャパニズムからのおです、はい、ライブのお知らせです 今週の土曜日3月16日は久しぶりの単独公演「ネオバレンタイン」を開催いたしますえっ、ー、と3月なのにバレンタインっていうのはどうなのかと思ったんですけれどたっぷりライブをお届けしますので初めての方もぜひお越しくださいそして特典会はメイド服でお待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中メッセージは音声プラットフォームオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします そして番組を聞いた感想を SNS の X でポストするときは「ハッシュタグネオジャポラジオ」「ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオ」でお願いします。そして音声コンテンツを楽しめるアプリ「ラジオクラウド」とオーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョンそして日付変わって今日水曜日の21時からは収録の模様を youtube 動画インターフェム公式チャンネルでアップいたしますそちらもぜひご覧ください、はい、というわけで<ん>ネオジャポのファイトフォーザレディオここまでのお相手はネオそれは今そう思ったよヒ <laughs> こあそうなですはいというわけでから、うん、ひなちゃんにい、うん、きます。 というわけでネオジャポのファイトフォーザレディオここまでのお相手はネオジャポニズムの滝沢雛乃と辰巳さやかと福田美代と浅倉愛と瀬戸みるかでした今別れの時せーのお疲れ様でしたバイバイ,バイ,バイ <laughs> 待って普通に普通に悲しい言うけど今 <laughs> いや何を言いたかった <laughs> 今別れの時ハモ <laughs> り,りたかったってことそうハモってくれるかなみんなやったらと思ったけど普通に一人で終わっちゃった <laughs>